現在風の方は左横風 1,2 メーターとなっています。第10競争対戦の6選手、1号艇群馬中里秀夫、2号艇が武須島誠、3号艇高山秀夫、4号艇が金子拓也、5号艇埼玉殿崎悟、そして6号艇群馬女子レーサー桜本歩美、以上6メンバーの対戦です。並びは枠なりとなっています。陰線1号艇の中里、今日の第1レース5コースから快勝、連勝を目指しましての陰線です。2コース2号艇の武須島、期待通り昨日は連勝発進、今年は早くも G1 2つを組みます V4。 3コースには3号艇の高山は第3レース陰線で勝ち星、高モーター45キロを手にした4号艇の金子拓也、角戦です。昨日はセンター戦で勝って、そしてドリーム戦は枠は外だったんですが2着と連帯。5コース5号艇の殿崎、昨日は中間着順、サイアウト6号艇の桜本、枠なりの3対3に落ち着いています。現在左横風微風、進入体系定番通りインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、予選特別競争第10レーススタートいたしました。スリット通過後、若干3号艇がへこむ形、インカラにいる体勢は1号艇、4号艇がつけ前観光、内側のから2号艇が差しのハンドル、バックストレッチ向こう上面、陰線を仕切るか1号艇、最内のから差しのハンドル2号艇の武須島、差がなく4号艇の金子拓也、やはりこの3選手が上位を形成、後方6番5番3番向こう上面から2マークの旋回、スタートのは前提正常です。さあ2号艇が先前体勢、1号艇がどうするか、アウト握っていきました。5号艇切り返して4号艇が最内を指す、ここでトップに立って2号艇の武須島、若干船が浮きましたがトップリードは一定四半ぐらい。2番手追走1号艇の中里ですが、3番手には5号艇の殿崎が追走、215、そして46、この辺が圏内。遅れを取ったのは3号艇の高山、2周目から1マークの旋回、トップは2号艇福島、5号艇が先前体制、1号艇交差旋回の2番手争いは2番1番5番の体制、最内のから4号艇も接近してまいりまして、再び2番手争い3番手争い激戦となっています。上位の体制は214か215か、その後ろはちぎれて6番3番という体制です。トップと2番手の定冠3停止半ぐらい。さあ3番手争い4号艇の金子高也、5号艇を牽制しながらダニタンマークは最内を全速で刺そうかという体勢、しかし若干船が流れていきました。上位の体勢は2番1番4番の体勢に再び戻る形になって、5号艇は4番手に交代しています。214後方向かって563という体勢、これから残り1周です。人気の3選手上位を形成、トップは2号艇の武須島、2番手追走1号艇中里、3番手4号艇の金子拓也、2番1番4番の体勢変わることなく向こう上面、2連単の212.4倍、3連単の214は 4.7 倍と断然の1番人気です。ラストマークへと向かいます。2号艇の武須島、2番手追走1号艇の中里、3番手4号艇の金子拓也、2番1番4番の体勢、ここは実績上位の3選手上位を形成いたしまして、最後の直線コースから予選特別第10競争ゴールを迎えます。今1着で2号艇武須島3連勝、2着1号艇中里ゴールイン、3着4号艇金子拓也ゴールイン、後ろは5番6番、最後方は3番高山ゴールインです。